今日はお家でできる爪切りのご紹介をしたいと思います。まず使う道具は3つになります。爪切りとヤスリとクイックストップ止血剤になります。この3つをまず用意してください。まずこちらの爪切りはギロチン式の爪切りといって、他にも種類があるんですけれども、このギロチン式で爪切りするのが定番になります。持ち方なんですけれども、まず4本の指で握るような感じで爪切りをしていきます。ここの穴の中に爪を入れて挟んで切るような感じになります。血が出てしまった場合はクイックストップといって止血剤を使用します。その時に、こういったボトルで入っているんですけれども、そのボトルだと量が多かったりとか、中が酸化してしまって固まってしまったりする場合があるので、コンタクトレンズや100円均一で売っているちっちゃなケースで入れてあげるといいかなと思います。こんな感じで少量入れてあげると使いやすいと思います。もし血が出してしまった場合は手に取って少量を手に取ってあげてつけるような感じです。キュッとつけてあげた後は横で斜めにスライドしてあげると出血が止まります。でその後に最後、ヤスリをしてあげるんですが、もしお家になければ、人間のヤスリでもいいんですが、ワンちゃん用のヤスリは人間のヤスリよりも結構ザラザラしています。なので、よりしっかりとヤスリるような感じになっています。で爪ヤスリの持ち方はこの白い部分をギュッと持ってあげて、一定方向でヤスっていきます。こう交互にヤスってあげてもいいんですが、ワンちゃんの爪は層になっているので、こう一定方向でヤスってあげた方がささくれになりづらいと思います。いつ終わらせるのかというと、自分の指で触った時に痛くなければそれで OK です。もし爪切りをした時にワンちゃんが嫌がってしまった場合は、こういったエリザベスカーラーがお家にある方はつけてあげると、お顔の部分が爪切りを邪魔にしなくなるので、カラーをつけてあげるといいかなと思います。で、先ほど紹介した道具はインターネットだったりとかペットショップさんの方でも売っていますので、調べてみてください。それでは実際にやってみましょう。ワンちゃんをテーブルの上に乗せます。お尻の部分を自分に向けて、自分の体と同じ逆方向に向けます。膝の関節を触ってあげながら、膝の下の部分を持って関節を持ちながら足を上げると、ワンちゃんの足は痛めないでいいと思います。この時に足を上げすぎると関節を痛めてしまうので、足を上げすぎない程度の位置で爪を切ってあげたり、足裏バリカンをしてあげる作業をするといいと思います。まず爪切りのポイントとしては、左手でワンちゃんの肉球の部分、爪の根元を持ちます。爪を切るんですが、爪の先端の部分を切るイメージで周りから切っていきます。ワンちゃんの血管は中心に生えているので、周りから切っていくと出血させづらいです。前足も関節のこの肘の部分の下を持ってあげて足を上げます。肘よりも上に上がらないようにしてあげることがポイントです。もし爪を切っていて血が出てしまった場合は、クイックストップといって止血剤を使い血を止めます。指の先端に簡単に少量にクイックストップを乗せ、爪の血を出た部分を押すような感じで押して、こう斜めにこうすり合わせると簡単に血が止まります。爪を切り終わったら、切った切り口の爪の周りをやすっていくといいと思います。ワンちゃんの爪は層になっているので、一定方向にやすってあげるとささくれみたいになりづらいです。